ガイウス・ウィビウス・ウォルシアヌスとは、軍人皇帝時代のローマ皇帝であり、父ガイウス・ウィビウス・トレボニアヌスガルスの、共同皇帝の地位にあった人物である。トレボニアヌスガルスを父、アフィニアゲミナ・バエビアナを母として生まれた。姉妹にウィビアがアンラがいたことが知られる。また、彼の妻は、先帝デキウスの娘である。251年6月頃に、ローマ皇帝、デキウス及び、 共同皇帝ヘレニウス・エトルスクスが、コート族とのアブリッィスの戦いで戦死すると、トレボニアヌスガルスは、後継のローマ皇帝に就くことを宣言し、息子、ウォルシアヌスを共同皇帝とした。ウォルシアヌスは、同時にプリンケプス・ユエントテ,ティスの称号を得た。なお、デキウスの息子、ホスティリアヌスがローマで皇帝として就いていたものの、251年中に、病によりこの世を去り、 トレボニアヌスガルスは単独でのローマ皇帝の座を手に入れた。しかし、当時もエシア属州総督であったマルクス・アイミリウス・アイミリアヌスが軍の指示を得てローマ皇帝を称し、レボニアヌスガルスへ反旗を翻してローマへと進軍を始めた。トレボニアヌスガルスは軍を率いて迎撃へ向かったが、253年8月時軍内の将校によってウォルシャヌスは 父と共に殺害された。ありがとうございます。